難しいおもちゃだよ。なんだろうね。何ですかね、これね。開けてみよっか。じゃあ開けてみよう。じゃあ開けまーす。はーい。何が出るかな、何が出るかな、トゥルトゥトゥトゥン、トゥルトゥトゥン。コタンチ来た。来たね。こっちが来た。なんだろうね。来た。はい、焼きました。じゃーん。逆逆だった。じゃーん。じゃーん。こりゃ、おや、なんでしょう。え、あ、こうやっちゃうんだ。あ、なんかいろいろ他にも入ってる。説明書。あ、なんかあるよ。なんかある、これ。コタが反応した。なんだこれは。これ何、なんだそれは。なんだろうね。以上です。はい。ちょっと待ってね。ちょっと説明書読んでみましょう。おーおー、どうしに来た。読めません。英語、英語でもない気がする。そうなんだ。ああ、英語はあった。なんかいろんな言語があるけど、やっぱり日本語はないかな。説明書は難しいんで、この絵の通りにやってみたいと思います。その下におやつ入れる、ここにね。で、クドさんが、すごいね、クドちゃん、お利口さんだ、おー、すごいすごい。で、あ、戻っちゃった。おやつを発見できるかなって。割と簡単そうだね。ね、新しいおもちゃ見つけた。ね、新しいおもちゃだね。なんか使い方違うけど。それだけでガジガジするやつじゃないよ。ちょっと使い方違うよ、横田さん。はい、じゃあささみを入れていきます。どこかな、どこかな。よし、入れて隠す。待ってね、まだだよ。そう、リコさん、まだだよ、まだだよ。よいしょ。え、燃えちゃったね。食べたね。待って、まだだよ、まだだよ。まあ全部の場所にセットしたかな。うん、いいね。じゃあ小田さん、よし、探して探して。一個思いっきり見えてるんだけどな。おお、いいね。いいね、いいね。意外と頭使ってる。うん。あ、開いた、開いた。お、食べたね。わあ、食べた。すごいね、こてっちゃん。まだこっちにあるよ、こっちにあるよ。探して、探して。ほら。ペコ、ペコ。おお、すごいね。すごい、食べれた。おいた、お、こっちだよ。あるぞ、そこにも、そこにもあるぞ。どうする、どうする。お、お、お、匂いするね。
っちに気取られちゃった。あったね。あとは、まだ残ってるんじゃないかな。そうそう、そこ。書いてないね。鼻だらけてスマホ食べちゃった。あと一箇所残ってるよ。ちょっとライン高いやつ。あ、食べれました。お利口さんだ。こっちはお利口さんだね。頭使いましたね。楽しかったね。はい、というわけで今回はチーク道具で遊んでみました。まだ匂いするかな。また遊ぼうね、これでね。お部屋遊びが1個増えたね。はい、じゃあまた遊びましょう。 Woo!